東根市。東根市は山形県中央東部にある人口約4万7千人の市。平成27年、2015年現在、県内で最も人口が増加している市町村である。サクラんぼやりんごをはじめとする果樹の栽培が盛んで、サクラんぼの生産量は全国の市町村で1位。サクラんぼの主要品種である佐藤錦は東根市で作出された。 山形盆地の北部最上川東岸に位置し、地域東部の大宇山脈から流れる乱川、白水川、村山の川、人川が作り出した扇状地に島市がある。乱川下流域には遊水地が存在し、環境庁、現環境省の選定した名水百選に選定されている。大宇山脈に面する市の東半分は山地となっており、 北東は黒瀬山、五所山、五所山形立自然公園、南東は関山峠を通じて仙台市と接する。南は面白山付近で山形市と接し、大畑山、水晶山、乱川を境として天道市と接する。西は埼上川付近で河北町と北は村山市、小花沢市と接する。 奥羽山脈から流れ出た川が作り出した中石平野には遺跡が多く残されており、縄文時代前期頃から人々が集中し始めたものの、弥生時代の遺構は見つかっておらず寒冷化によって、俗縄文文化が南したとみられる。古墳時代には稲作が始められ、天道市生星から東四郡山にかけては、上里性の地割りが見られるとともに、古墳も出現する大塚古墳。 和道五年、712年で和国が成立すると、最上軍に属し、平安時代最上軍が村山軍と分かれると、村山軍に属した。駅勢が地方にも波及すると、最上川周運を利用した駅勢の一部に組み込まれ、演技式に記述がある、村山駅及び村山軍がは、市内郡山にあったと推定されている。また、11世紀半ばに、 石棺家領荘園として、小田島荘が成立したとされ、初見は、漢字六年、1九9 5年の関白藤原市通の日記においてである。鎌倉時代に入ると児童として、横山と中条氏が治めた。中条氏は、鎌倉にあり道の区国勝った軍、我が軍と共に検体したというが、後に分割相続氏小田島氏を名乗る。 南北朝時代に入ると、南朝結城市の支配下に入ったことが、北畑地下草の所状から推測されるが、結城市は後に北朝に転じても、足利高氏により領有が認められた。しかし、昭平11年、1356年、結城市の大官として、小田島僧を治めた、平長吉、小田島長吉が、北朝方結城市勢力を駆逐し小田島市本来の、 給料を回復したことが、不幸時に収められた、広市将の名や、若宮八幡社の詫口から暗示されている。ところが、同年南朝側は、欧州官令柴家県の自治、柴金よりを、では国際上軍に下校させると、勢力図は、一変、同じく南朝の佐賀江市などと共闘したとみられるが、小田島市は埼上川西岸へ駆逐されてしまう。その後、室町時代には、 天道氏の諸子が入り東根氏を名乗った。戦国時代には、血統的には宗家にあたる最上氏と被見する勢力を、築いた天道氏の一翼として、長とろ氏、六伝氏などと名乗り天道八立を形成する。しかし、最上義満の策により八立が崩壊し天道氏が滅亡すると、最上義満に仕えた。東根城主東根慶佐は一万二千国を領した。 江戸時代に入ると、もがみが海域となり、ほどなく、爆僚となって、東根大館神社が置かれた。京方年間には、田畑の七流れ県司令をめぐり長ロ騒動が起きている。その後、完成年、0年、1798年余熱氏が、長ロ藩として入り長ロ神社が置かれた。大手門が原村に移築されている。大昔、村山盆地の真ん中に、 もが、海という大きな湖があり、この湖の東に連なる大羽山脈のふもとに、最も早く開けたところを東根と呼び、この地名が付けられたと言われている。なお、最上川対岸の佐賀江市には、西根という地名もある。議会運営委員会のほか、常任委員会3つと、特別委員会が1つが設置されている。2011年、 平成23年4月1日現在の市職員数、短期契約職員を除くは365人である。県内でも整備されている交通インフラ環境や、商工業地帯、東北地方の中心都市である、宮城県仙台市に隣接しているという地理的環境を生かして、それまでは主に、サクランボ、リンゴ、ラフランスなどの果樹園が点在していた。 桜んぼ東根駅周辺の農業地帯を大規模な工業地帯や商業施設、さらには宅地開発によって新興住宅地区に区画整理をして分譲している。そのため市街地の風景が著しく変化しており、県内の周辺市町村などからの移住者を中心に同市への定住者が増加し、 桜んぼ東根駅周辺を中心に新たな東根都市計を形成している。市街地は平地部を南北に貫く大宇本線及び国道13号線と仙台へ通じる国道48号から分岐した県道29号線が直行する地点に集積している。市の南西部には山形空港があり、中央部には山形新幹線を延伸に伴って作られた。 桜んぼ東根駅、旧加西沢駅と、その周辺地域に出展した、イオン東根店や、ヨークベニマル東根店とった、大型ショッピングセンターエリアを中心とした、新興商業地帯が形成されている。また、山形林空工業団地、大森工業団地、大森西工業団地、旧山形県畜産試験場跡地とその周辺の、 果樹園地帯などの工業地帯や陸上自衛隊人町駐屯地などでは東根市内以外の周辺の市町村からも多くの労働力を集めている。いずれの産業も盛んであることから一人当たりの所得は県内平均263.0万円と比較して高い水準296.1万円にある。果樹の栽培が盛んで作付け面積 農業産出額に占める割合が多く、水田の作付け率は、山形県の平均水田作付け率 79.、79.0%、より低い43.8%。農業共同組合は、自然域が東根市農業共同組合、JA 桜んぼ東根の管轄区域である。山形県が設置した大森工業団地、大森西工業団地を核として、 東根市が主体となった山形林空工業団地、縄目工業団地があり、製造業が盛んである。主な企業、人口構成は、若年人口が多くの割合を占めている。一方で、イオン東根店など、大型商業店舗が、桜んぼ東根駅周辺へ店舗移転する傾向にあり、これまでの中心街であった東根温泉街、東根駅、 人町駅周辺地域などは大規模な土地区画整理事業から取り残され、住民の急速な高齢化が進むと、市内間における一極集中が進んでいる。市内の一部地域では、全国でも採用例がほとんどない道路方式の住居表示が採用されている。隣接する村山市にある村山警察署の管轄であるため警察署はない。 市の急激な人口増加に合わせるためしは、桜ボタントクルセンター野球東根市立、第一中学校跡地に新たに、東根市立東根中部小学校、神町地区に、東根市立大森小学校などを新設し、市内の子育ての教育環境を急速に充実させている。現状では急増する、生徒数に対して減損する、市内の小中学校では既存の校舎では、 到底間に合わず、東根市立神町中学校では、プレハブの仮校舎で過労じて間に合わせている。山形空港東根市、神町、東北中央自動車道東根 IC と東根北 IC がある。東根 IC は山形空港付近に接続する。東根北 IC は開通区間の北端である。しかし、開通区間の南端は、 上山市北部にある山形上の山インターチェンジであり、一般道を走っても、さほどくではない距離のため利用者は少ない。国道13号は、周辺市町村との連絡として、よく利用される。国道48号は、仙台市周辺で買い物をする人や、山形、宮城の両県間への観光に行く人に利用される。大半が片側1車線のため、休日などには渋滞することがある。 以上2社が東根市に本社を置く会社で、市内の医療機関などにはタクシー会社直通の電話機が備えられているところもある。山形新幹線の桜んぼ東根駅は果物の名前を冠した駅で、山形新幹線の山形新城間開通に合わせて既存の蟹沢駅を廃止し、1999年平成11年12月4日に新設された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。